皆さんこんにちは、もちろと申します。今日はノーザンとバゴの相性が良すぎる問題についてね、語っていきたいと思っております。セラベローチェがですね、神戸新聞杯ダービー馬シャフリヤール等をね破って勝利いたしました。まあ、騎手のね吉田隼人さんもおっしゃってましたけれども、不良馬場で雨っていうことでね、まあ相当にパワーのいる馬場だったのかなと思うんですけれども、一頭だけね最高峰から凄まじい足で差し切りましたよね。やっぱりバゴ3区って聞くとクロノジェネシスみたいにね、凱旋門賞に挑戦する馬が出るくらい、そういった馬場には適性があるのかなと思うところなんですけれども、すごいのがその2頭はですね、日本の超高速な馬場でも全然苦にしてないっていうことですよね。これが私的には一番すごいなって思うところで、やっぱりヨーロッパの馬ってこの3区もですね、まあ、日本の馬場にスピードに対応できないっていうのが一番のね課題だったのかなって思うんですよね。逆に先ほどのパワーのいる馬場やスタミナがいるような洋芝のレースだったり、ある程度距離の長いレースではですね、持ち味を発揮できるのかなというところでしたけれども、これこそこのステラベローチがね、日本ダービーディープ3区にも先着して3着に来たり、クロノジェネシスも両馬場のね桜花賞やオークスでも3着に来て、スピード競馬では明らかにトップにいるサンデー系にも負けない能力を発揮したと。でそれは小馬になってからね、より対応するようになって、もう今ではね福永騎手がもうクラシックディスタンスの距離では、まあ今日本では本馬が一番強いだろうというくらいに馬場問わずなってきましたよね。で改めてこれなぜこなしたのかっていうのを考えた時に、まあ、どう考えても私はですね、ノーザンファームの生産育成力があったからこそだろうなって思うんですよね。現時点で馬後3区中央での勝ち馬率2割3分7厘と全体ではなってるんですけれども、これノーザンファームに限るとなんとデビューした馬は全てね勝ち上がってる、かつ無事なら1億円以上稼いでるんですよね。このエクザルフという馬とシェーンハイトという馬についてはシェーンハイトはデビューできなかった、エクザルフの方は不敬遠で2000ネドン引退ということになってしまいましたので、まあこれがね無事だったらって思うと、戦績を見てみてもね結構可能性あったんじゃないかなって思うんですよね。で先ほどの2頭の次にね稼いだのがブラックバゴになるんですけれども、いや本場もね1億円以上稼いでいて、それこそクラシックに行けるぐらいのね実力あった馬ですからね。ホープフルステークスでは3着、京成杯でも2着と、この頃はまだこのノーザンとバゴの相性っていうのはそこまで目立ってなかった印象ですけれども、本馬が兆しとなったのは間違いないですよね。この馬の頃から両馬場であってもね速い時計でしっかり走れていますし、小馬になってもね戦績を重ねることでこう強くなっていくっていう血統の力強さも感じますしね。本馬の活躍あってのクロノジェネシス、そしてセラベローチェの誕生があったような気はしますよね。ノーザンファームの繁殖にカダイスタリオン以外の勝馬をつけとる気っていうのはやっぱり相当な理由がないとつけていないような気が私はしてます。それにバゴはもともとノーザンファームの生産馬とかでは全くないですからね。ちなみに20年産のねアドマイヤテンバの牝馬なんかも母父黒船で、おばあちゃんがアドマイヤグルーヴというね凄まじく魅力の高い配合で、まあこの父とね母の繁殖実績を考えると4000万っていうのはちょっと高額に感じられなくもないのかなと思ったんですけど、まあ相当にね人気になってましたね。まあそれだけもう競馬ファンからのこのバゴとノーザンコンビの信頼っていうのは熱いんですよね。でセレクトセールではですね、ステラベローチェの弟がね同じ血統1億4850万円というねもう超高額で落札されましたよね。バゴの単位付け料2019年は50万円でしたからね、そこから産駒があれだけの金額になってしまうわけですから、相当に跳ね上がってますよね。でこの単位付け料とかね単位付け頭数かなり波のある勝馬なんですよね。初年度こそ102頭と集めてたんですけれども、そこからねだんだんに落ちていって4年目には21頭まで減ったと。ただその初年度産駒のねビッグウィークが G1 を勝ったりしたこともあって、また87頭153頭と伸びたんですけれども、また今度58頭36頭と落ちると。でそこから先ほどのブラックバゴやクリスマス、トロアボノールといった重賞級の馬もちょびちょびね出てはいたものの、まあ単位付け量とかね頭数っていうのも年齢とともに落ちていって、あさすがにちょっと年齢的にも厳しいかなと思いきや、超ビッグなねクロノジェネシスがこの15年世代から生まれて、
その活躍を見たね、セシナサさんたちが、またまた再沸騰、110頭、118頭と。で、今年はまた種付け量倍増した上に、多分頭数もね、上がってくるんじゃないかなと思われます。まあ、ただ個人的にはね、やっぱり、この数値を見てもね、ノーザンあってのバグなのかなっていう印象は私は結構強くて、この獲得賞金と AI、クロノジェニスとステラベローチェが活躍した世代、生まれた世代のみ、がっつりと跳ね上がってますよね。で、それ以外の世代は、もうそもそもノーザンファーム生産自体がいなかったわけですよね。その時の数字はちょっとあまりに低いですよね。勝ち上がり率自体も近年 30% を超えた世代っていうのはなくて、まあ、もちろんね、ここから繁殖の質も上がって上がる可能性はありますけれども、まあ、いかんせん、その2頭の活躍にかなり引っ張られてる人気っていうのは、まあ感じられるかなと。まあ、ですので、このバゴの活躍を父の能力が大きいのか、ノーザンファームの力が大きいのかって言われた時に、まあ私的にはここまでの通算の成績を見るとですね、まあ、ノーザンの力が噛み合ったからこその部分は大きいのかなっていう印象は、まあ、個人的にはありますね。まあ一番簡単な数値としてはね、バゴの産駒が計622頭いて、その中のノーザンさんは5頭しかいないわけなんですけれども、そのうちの3頭がね、賞金順では1位、3位、9位ということで、やっぱちょっと格別のね、相性っていうのは感じられるかなと。これはやっぱり芝の中長距離っていうね、ノーザンファームが最も得意としている適性自体はバゴに非常に素質があったっていうことでしょうね。凱旋門賞を勝った欧州の馬っていうこともありますし、ダートの中央の勝利数自体はやっぱり少なく感じますしね。で、クリスマスとかね、短距離で走る馬も出てますけど、平均距離自体はマイル以上累計だとあるっていうこともあって、まあ先ほどの5頭にしても、すべての馬がね、芝の中距離以上で使われてますよね。正直、血統的にもですね、まあ、ブラッシンググルームとかが、母父としてね、ビッグな馬を出してはいたりしますけれども、まあ、少なくとも今のね、超スピード競馬で、主流血統ではない馬たちが揃ってるような気がして、やっぱ父たちのね、実績を見ても、ヨーロッパで走った馬が多いですものね。まあ、ただ、それだけね、スタミナっていう意味では、相当に大きなものがあったんだろうなと思いますし、まあ、そこに、セラベローチェのような母父ディープとか、サンデー系のスピード、血統、ノーザンの育成力っていうのが噛み合うことでね、もう穴のない馬にどんどん成長していったっていうことなんでしょうね。もう、この復帰が発展してってもいいんじゃないかぐらいのね、活躍を見せてますので、いや、ステラベローチェなんかもね、商売入りしたらなかなか面白いんじゃないかなって私は思いましたけどね。まあ実績的に言えばね、やっぱりここから G1 勝利が必要になってくるのかなとは思いますけれども、まあ早い時期から活躍できて、しかもマイルもこなせて、でこの後もし菊花賞とか出て勝ったりしたらね、距離適性も相当に広いっていうことになりますし、サンデーの血は4代目になりますし、金亀とかの血も入ってないっていうことでね、いや結構車台スタリオン入りとかして、それこそノーザンファーム生産の子供たちがたくさんできたら、これちょっとビッグなね、未来があっても良さそうな気が個人的にはしたんですよね。皆さんはどういったね、このバゴ血統の未来を感じておりますでしょうか。しかもクロノジェニスから見ても分かるように、クラシックの適性はもちろんありつつ、小馬になってから本場のところバゴ産駒明らかにありますんで、いや本当にね、楽しみな一頭だと思います。まあそれこそ来年はね、またもやバゴ産駒の凱旋門賞挑戦がね、あっても良さそうな気がしますよね。ちょっと世界の人がびっくりしそうですよね。日本でバゴ産駒そんな流行ってんのみたいな思われそうですけれども、さあ行ってみたらね、あれそんなに頭数多くないみたいな、驚かれそうですよね。まあ年齢的に言ってもね、もうバゴ自身20歳超えてきてますので、やっぱり後継っていうのもね、今の勢いを見てると欲しいなって思う方は多いんじゃないかなと思ってますけどね。まあちょっと話はずれましたけれども、まあ今後もね、このバゴとノーザンのコンビは少なくとも現時点では 100% と言って過言じゃないレベルで、まあ、走ってますんで、まあもう皆さんご存知だとは思うんですけれども、注目していただければと思っております。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。